熱波の道は甘くないよ。でも今日は、限られた時間の中で、叩き込むので、エレガントな熱波を習得して入ってください。よろしくお願いします。自分でも練習していくともう筋肉痛にならず熱波筋が熱波筋が出来上がってくる。はい、それでも全然力が全然強くないし、大した筋肉ないんだけど、肩周りだけなんかやったら筋肉が発達し熱波筋かなって。皆さんバッチリです。どうしましょうか。本当ですか。はい、一連の流れっていうか、はい、あ確かに入ってきて、合流して、はい、あ、工場みたいな。工場もそうでした。タオルのこっちの回し方も、また、また下手だったりとかする。ああ、そっか。はい、どうしようかな。難しいですよね。難しいんだよ。じゃあちょっと一人ずつ一回見てみましょうか。旋回。旋回。意識した。はいはい。はいはい。あ。はいはい。はいはい。はいはいのスピードで。左足を前に出して、ちょっとやってみたらいいかも。あ、OK、OK。なんか力強い。結構ね、これ。この熱波と一緒でね、こう慣れると全然力使わずにできるんだけど、慣れないじゃね、できんじゃんね。あ、いい。力が抜けていい感じです。あ、OK。ヘリコプターが。OKOKOK。 なんだろうな、何を伝えていけばいいかな。左手に癖が出ちゃってかっこ悪くなっちゃうことがあるんで、エレガントリオは、左手を胸に置く。そうすると、確かに、左手に癖がなくなり、エレガントになります。あ、いい。これでもいい。そうそう。で、そうだな。これ一つでもいろんなね、回し方があって、
投げちゃんみたいにこう、ここに力をね、バッ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 、し、単純にこう、ヘリコプター、ミキシン、上の方をかきます。ミキシンは背が高いから上の方をかきますから、背が高いから、上の方に溜まっている熱を、やっぱり、かき回してやりたいから、斜めになった方がいいかもしれない。で、自分はその、バフバフであったり、くるくるだったり、ここをすぐに回したりとか、あれ、くるとこう、すっかりでもできる。単純にこれだけでもいいですね。いいんですか？本当に、ヒロミさんの人だったら全然いろんなことできるんだけど、前、テントサウナのとこばかり、これぐらいしかできない。こうやったのもぶつかっちゃうから、あちゃ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 。テントではこれを。やってた。こっちで見ます。こっち。この持ち方っていうのは、この端っこを取っていいですか？あ、もう単純にもう、まあ、尻尾を通る。これも、この時と一緒で、一番端っこ持てばやっぱり、一番負荷がかかって重たくなるし、ちょっとだけ内側持てば扱いやすい。あ、左利きなんですけど、右で回しますなんででしょう、あれ違うなんか自分なんだ食べるときは右手ですみたいな書くのだけ右手です。いや、全部左なんですけど、なんかボール蹴る、ボール蹴るとかスノボーとかは右が、右の人と一緒です。スポーツ系、スポーツです。この時はもう、間ハイニーって言ってはもう本当に真ん中持つぐらいでいいんだよ。ちっちゃいフェイスタオルだったら全然、これでいいかも。はい。気をつけて。本当ですか？本当ですか？じゃあ、一連の流れを。挨拶して、エレガント流が、エレガント流を、かけますか？いいですか？タオルを使ってないときは、きれいに畳んで、ちょっと面倒くさくてもきれいに畳む。ぐちゃぐちゃのまま、こうしない。ぐちゃぐちゃのまま肩にかけておくと、使うときにうんってなっちゃう。きれいに畳んでおけば、スタートにスムーズに動作できます。はい、一連の流れでどうしようかな。で、挨拶する
どうにするの状況を出すんですけど、関節するでポンプ、こんな感じですかこれをでポンプ、肩にかけろって言ったら、私最初はこうやってこうやって入場するんですけど、入場時だけはこうやって入ってきますが、3進み入場します。失礼いたします。エレガント渡来です。よろしくお願いいたします。ちょっと普段は持っているのでしゃべるんですけど、今は短くなって自己紹介で名前の挨拶だけしました。よろしくお願いします。それでは、状況を出していきます。それでは熱波をオープンいたします。1、2、3、7の掛け声でオープンいたします。よろしければご一緒に入場掛け声をお願いいたします。いきます。1、2、3、7。いきます。1、2、3、7。アンビシャスで、全員に、3回ずつ、ね、で最後して終了。この流れをちょっとはい、どう一番にやりたい人それがスーパーラブ。